いや、僕、プロレス好きなんですよ。プロレスが好きで。で、車とかも好きなんですよね。で、この話を人にしたときに、やっぱプロレスと車って別々のもんだし、やっぱ、ね、一貫性のない人だ、みたいなね、思われちゃうかもしれないんですけど、僕はそう違うなぁと思ってて、やっぱ例えば、こう、プロレスってものがあったとして、で、こっちに車ってものがあったとして、こうやってみたら確かに、ね、全然関係のないものに見えるんですけど、ちゃんと掘り下げて、ちゃんと掘り下げて、掘り下げて、掘り下げて、掘り下げて見てみれば、ここで繋がってるんすわ。しかもピースやんか。っていう。